皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科テストに出やすい問題シリーズ、今回も小テスト編として、小テストの形を利用して電圧と回路の基本について確認をしていきます。ここに図1、図2、2つの図が書いてあって、図1の方は直列回路になっています。抵抗器 A と B が直列につながっていて、 B のところに電圧計が並列に入っています。図2ではこの電源と抵抗器 A、 抵抗器 B、 この3つが並列に並んでいます。では問題に行きます。1、図1で電源の電圧が 3.0V の時、 AB 間の電圧が 1.2V だ。この時 BC 間の電圧は何ボルトか。この直列回路では B のところの電圧と A のところの電圧足したら電源電圧になります。 A のところが BC 間の電圧になるので 1.2 と BC 間の電圧足したら 3.0 になるということですから、BC 間の電圧は 3.0 から 1.2 を引いた 1.8 ですから、答えは 1.8V となります、ね、1.8V 足す 1.2V が電源電圧の 3.0V になりますからね。2です。図2で電源の電圧が 2.5V の時、抵抗器 A と抵抗器 B にかかる電圧はそれぞれ何ボルトかと。この電源と抵抗器 A、 抵抗器 B、 この3つが並列に並んでいますよね。この並列に並んでいる部分というのは電圧が等しくなります。同じ電圧です。電源の電圧が 2.5V ですから、 A これも2.5V、 B の部分も 2.5V と、このようになるので並列の部分は電圧が等しくなるということをここでもう一度確認しておきましょう。3番です。電気抵抗の単位、これですね、これは何と読むかと。この印はこれオームと読みます。オーム、これから勉強で何度も出てきます。4番です。図1で、こちらですね、 A の抵抗は3オーム、 B の抵抗が6オーム、この時回路全体の抵抗の大きさは何オームかと。直列部分の抵抗というのはそれぞれの抵抗の和、つまりそれぞれの抵抗を足し算した大きさになります。 A が3オーム、 B が6オームですから、3+6、これを計算すればいいわけですね。9ですね。ですから9オームというのが4番の答えです。5番です。図2で問4と同じ抵抗器 AB を並列につないだ、この時の回路全体の抵抗は何オームかと。この並列回路ではこれ足し算では求められないんですよ。実はこういう場合逆数を使って計算します。この計算方法はここで覚えちゃってくださいね。この部分、この抵抗の大きさを R とすると、 R の逆数 R分の1、これはそれぞれの抵抗の逆数、 A の抵抗は3オームでしたから3分の1足す、 B の抵抗は6オームですから6分の1、これを計算すると2分の1になります。でもこの2分の1というのはこれ逆数なんですよね。 R 分の1ですから、 R、 ここの抵抗はこの2分の1を逆数にする、もう一度ね、元に戻すと1分の2、つまり2ですよね。ですから
ここの抵抗、つまり図2の回路の全体の抵抗は2オームと、このように計算して求めます。この逆数で計算する方法は必ず覚えちゃってください。今回は小テスト編として電圧と回路の基本について確認しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。